ルスランとリュドミラは、ミハイル・グリーンカが作曲した、前後幕八場からなるオペラ。本作は1837年から1842年12月にかけて作曲されている。原作は、ロシアの詩人アレクサンドル・プルシキンが1820年に最初の物語詩として表した、ルスランとリュドミイラ。これを元にして、バレリアン・シルコフ、ネストルク・クコリニク、 作曲者グリーンから5名が共同で当作品のリブレットをロシア語にて作成した。当初の構想では、プーシキン自身に台本を執筆してもらうことになっていたが、決闘で受けた傷が原因で亡くなったことからかなわず、やむなく楽曲を先に書き上げ、作曲者グリーン化を含む5名が共同して、楽曲の旋律に当てはめるなどして、後付けで台本を作成するという結果となった。 本作では、設定場面として、フィンランドや、悪魔の城などが用意されているほか、幻想的なバレエシーンも盛り込まれていることなどから、メルヘンオペラの一つに数えられている。初演は1842年12月9日、サンクトペテルブルクのボリッショイカーメンヌイ劇場において、カルル・アリブレヒトの指揮により行われた。演奏時間は、全曲同士の場合、約3時間10分となっている。 序曲のみ単独で演奏する場合、演奏時間は約5分。ルスランとリュドミラを作曲しているグリンカ皇帝に捧げし命の場合に同じく、ルスランとリュドミラにも、ロシアの民族音楽の特徴がいくつか用いられている。東方的な要素に加えて、不協和音や半音階、全音音階の創造性豊かな用法によっても、名高い。還元楽法で目立っているのは、 第一幕において、スラブの弦楽器グースリの音色を模して、ピアノやハープを用いている点である。グリンカが西洋のオペラを多く参考にしていることは、ファルラーフのロンドに一目瞭然であり、モーツァルトのフィガロの結婚やロッシーニのセビリアの理髪師の差し詰め、ロシア版といったところである。はしゃぎ回るような序曲は、多くの楽団がレパートリーの一つに入れているなど、とりわけ名高い。 このグリンカの一作目のオペラは皇帝に捧ぐ下の地と並んでロシアの国民オペラの基礎を固め次世代のロシアの作曲家がそれを発展させていくことができるようにした。とりわけルスランとリュドミラはメルヘンを用いたロシア語オペラの模範となりとりわけリムスキー・コルサコフのオペラに道を開いたのである。キエフ大公国のスベトザール大公の娘リュドミラ姫と騎士 ルスランの婚礼の宴席の途中、魔術師、チェルノモールが現れ、ルドミラをさらっていく。太公は、ルスラン、及びその場にいた若者らに、娘を無事に取り戻した者に娘を与えると宣言する。そのため、ルスランを含む若者三人が助けに行く。最終的に、三人のうちのルスランが、魔術や誘惑、他の若者の妨害などを切り抜け、娘を連れて帰り、二人は、 無事に結ばれる。スベトザール大公の宴会場にてリュドミラ姫と騎士、ルスランの婚礼の縁が行われている。招待客らは、真の愛による幸せは苦難の後に得られると予言する、吟友詩人、バヤンの歌に耳を傾けている。姫は、父との別れに悲しみながら、また、騎士、ファルラーフ、王子、ラトミールらに、慰めの言葉をかけ、 そしてルスランに身を捧げることを誓い、太公が二人を祝福する。突然、真っ暗となり、落雷の音が鳴る。人々は呪文により体が動かなくなり、二匹の魔物が姫をさらっていく。明かりがつき、皆、体が動くようになるが、姫がいないことが分かり大騒ぎとなる。太公は、姫を取り戻した者に大公国の半分と姫を与えると約束する。 三人の若者たちは、姫を取り戻すべく、旅路の支度をする。第一馬騎士、ルスランは、親切な白魔術師、フィンの洞窟までやってくる。フィンは、黒魔術師、チェルノモールが姫をさらったことと、ルスランこそが魔術師、チェルノモールを倒す人物だと告げる。ルスランは、なぜフィンが、このような荒地に住んでいるのかと尋ねると、フィンは昔話を語り始める。 はるか昔、フィンは羊飼いをしており、ナイーナという美少女に恋をした。告白するが断られてしまったフィンは、そこを去り、戦に行った。戦利品を携えて帰り、戦利品を贈り物として、ナイーナに差し出すが、やはりまた拒絶されてしまった。そこで、フィンは、ナイーナを手に入れるため、魔法を学ぶ決意をし、それから何年も経った。とうとうフィンは、魔術により、 彼女を呼び出そうとするが、召喚されて現れたのは、年老いた白髪の背中の曲がった子女であった。実は、これがナイーナの慣れの果てで、今ではフィンへの熱情のせいでおかしくなっている。フィンは逃げ出し、それ以来ずっと隠れている。フィンに捨てられたことにより、ナイーナは復讐の炎に燃えており、ナイーナの復讐は、今後、ルスランにも及ぶだろう。以上のように語ると、 白魔術師品は、リュドミラ姫は無事であることを保証し、ルスランに進路を北に取るよう教える。ここで二人は退場する。第二話、オートとアイミエル騎士ルスラン。左はイヴァン・ビリビンが、右はニコライゲが。ガ。荒れ地にて、臆病者の騎士、ファルラーフが、姫を探す旅を続けようかどうか悩んでいる。その時、ローマ女、ナイーナが、ファルラーフに近づいてきて、 姫を手に入れ、ルスランを遠ざけてやると約束する。ナイーナが消え去ると、ファルラーフは勝利を確信して、大喜びをする。第三馬巻し、ルスランが霧の立ち込めた荒れ地にやってくる。そこには、過去の戦で倒れた者の骨や武具が転がっている。何が、このようなありさまを引き起こすのかと考えると、ルスランは、自分もまた同じようになるのではなかろうかと思い悩む。ルスランは、 自分の壊れた武器の代わりに、地面から新しい盾と槍を選ぶが、新しいボーにふさわしい重厚な剣は見つからない。霧が晴れると、嘔吐が登場し、口から息を吹き出し、嵐を起こして、ルスランを吹き飛ばそうとする。ルスランが槍で、ートを撃つと、ートは倒れ、下から剣が現れる。ルスランは剣を手に取り、そして、ートに、どこからか来たのか尋ねる。 王とは、息も、絶え絶えに、自分がかつては巨人であり、弟の小人が、黒魔術し、チェルノモールであると説明した。また、この剣は、兄弟二人を殺す運命を持ち、チェルノモールは、運命に抗うために、兄である巨人を騙して、首を切り、この剣の上まで生首を飛ばして、剣を守らせたのだと語った。剣を手にした、ルスランに、王とは、仇を打ってくれるよう頼む。 若い女中らが旅人を誘惑して、魔女、ナイーナの城に誘い込んでいる。ゴリスラバが登場し、ラトミール王子を探している。ラトミール王子は、ゴリスラバを恋の虜にした挙句、彼女を捨てたのだった。ゴリスラバが去った後、ラトミール自身が登場し、女中らの呪文に囚われて、魔法で踊り出す。そして、魔女の城に誘い込まれた最後の旅人は、ルスランである。ルスランは、 ゴリスラバを一目見た途端、リュドミラ姫を忘れて、ゴリスバラに恋してしまう。しかし、突然、白魔術師、フィンが登場し、ラトミール王子とゴリスラバ、そしてルスランとリュドミラ姫、おののの幸せな未来を予言すると、魔女の城は森に変わり、若者らは、再び姫を救う決心をする。チェルノモールの魔法の庭園のデザインが、1842年。 チェルノモールの魔法の庭園で、リュドミラ姫は、ルスランを待ち焦がれながら、魔術にとらわれないよう必死に抵抗している。黒魔術師、チェルノモールが、お月のものと登場し、踊りが始まる。トランペットが鳴って、ルスランの到着を告げると、チェルノモールは、眠りの呪文を姫にかけて、ルスランと戦うために出ていく。しばらくもしないうちに、ルスランが登場、勝利の印に、 チェルノモールのヒゲをカブトに絡めている。目を覚まそうとしないリュドミラ姫を目にして、ルスランはラトミール王子とゴリスラバと共に嘆き悲しむが、魔法使いの助けを得るため、姫を連れて、キエフ大公国に帰ることにする。チェルノモールのかつての下僕たちも、自由の身となって、後からついてくる。第一場月明かりの下、谷間で姫を連れたルスラン、ラトミール。 ゴリスラバは脳熟する。見張りに立つラトミールは、ルスランの身を暗示、また自分がゴリスラバと、改めて一緒になれて幸せだという気持ちを表す。突然、下僕たちが登場し、たった今、リュドミラ姫が再びさらわれ、ルスランが姫を探し求めて出発したと告げる。ここへ、白魔術師、フィンが登場し、キエフ大公国に戻った際に、姫の目を覚まさせる魔法の指輪を、 ラトミールに渡す。第二馬リュドミラ姫が、スベトザール大公の宴会場で眠っている。なんと、臆病者のファルラーフが、魔女、ナイーナの助けを得て、姫をさらって、キエフ大公国に戻り、自分が姫を助けたというのであった。しかし、ファルラーフは、姫を目覚めさせることができない。馬の足音がして、ルスラン、ラトミール、ゴリスラバが到着する。ルスランが、 魔法の指輪を姫のところに持って行き、姫を目覚めさせる。場面は、キエフ大公国の景色に転換。人々は、神々の名や祖国を称え、若い二人の角出を祝っている。以上は、全曲同士で演奏する場合の編成である。助曲のみ単独で演奏する場合には、上記編成から、ピック、HP、PF、そして、ティンパニー以外の打楽器を省いた。 楽器編成により行われる。本作の序曲は冒険への序章とも言える躍動的な作りとなっており、グリーン化の全作品の中で最もポピュラーな楽曲の一つと目されているのみならず、ロシアを代表する還元楽曲とも位置づけられていることから、オーケストラ演奏会において単独で演奏される機会が多い。序曲は初演のリハーサルと並行して書き上げられた。 二丁調のそなた形式で2分の2拍子。主題が本編で使用されている音楽から採用されるなど、西洋の伝統的なオペラ序曲と同じスタイルで書かれている。冒頭はトゥッティでせわしなく駆け巡るがごとくに奏でられ、続いて弦楽器による目まぐるしい動きを伴う第一主題が登場する。この第一主題は本題のうち、 第5幕の週末に設定されている婚礼の場で、登場する合唱、偉大な神々に栄えあれ、の旋律が採用されている。しばらくすると、ビオラやチェロ等により流霊かつ哀愁を帯びつつ、奏でられる第二主題が登場。この第2主題では、本題のうち、第2幕に登場するキシリスランのアリア、雷神よ、腕にかなう、鋼の刀を我に与えよの旋律が取られている。 その後、これら両主題が軸となって曲は軽快に進行する。そして、最後のところで、ファゴットとトロンボーンによる加工音景が重ねられる。これは、本題の中の第一部に登場する悪魔チェルノモールが花嫁を奪いに現れる際に、奏でられるモチーフから取られたもので、全音音階が用いられている格好となっている。なお、この序曲には、速度指示として、 プレストが指定されており、グリンカも全速力で疾走するような演奏を要求している。そのことも相まって弦楽セクションの妙技や爽快かつ華麗なサウンドを満喫できるという。この序曲の冒頭部分はかつて N 響アワーのオープニングテーマとして使用されていたことがあり、日本ではこのこともまた馴染みやすさと知名度向上に一役買っていたということができる。 ありがとうございます。